犬の恩返し、太田道灌のひ孫、太田助政。人と違うて犬は裏切らぬ。皆さんこんにちは。今回の歴史じっくり聞こうは、太田道灌のひ孫、太田助政について紹介していこうと思います。主家に忠誠を尽くすも、家臣の裏切りに遭う太田助政。大永2年1522年、太田助政は扇ヶ谷上杉家の家臣太田助頼を父として武蔵の国岩槻城で生まれます。扇ヶ谷上杉家は関東を勢力下に置こうとする北条家と長年にわたり牽制し合い張り合ってきました。しかし川越宵草で上杉憲政、上杉友貞、足利晴氏の連合軍が北条氏康軍に敗れ、友貞が討たれると一気に形勢は北条有利に傾きます。瓦解していく上杉家からは多くの家臣が北条家に鞍替えしましたが、助政は主家に忠誠を尽くし徹底抗戦を覚悟します。一度は居城の松山城を退いて上野の国に身を潜めていましたが、天文16年1547年9月、北条家の隙を見て松山城を奪い返します。その3ヶ月後には岩槻城も攻め落とし、自分が生まれた城を取り戻しました。ところが翌年、信頼し松山城を任せていた家臣に裏切られ、岩槻城まで手放さざるを得ない羽目に陥ります。今はこれまでと後日の再起を胸に秘めて、一旦は北条家に下ることにしました。子息源太が生まれたのはこのような慌ただしい周囲の動きの最中でした。源太、足利義氏の近所となる。助政は再起の時の助けとなるよう関東の諸勢力と吉見を通じることに努めます。古学坊として未だに権威を持ち続ける足利義氏に息子源太を近所として差し出しました。源太7歳の年です。永禄元年1558年、源太は義氏の下で元服しました。鎌倉以来の名門である梶原家の名跡が途絶えていたので、その名跡を継げることになり、これにより梶原源太正景と名乗ります。2年後の永禄3年1560年、越後上杉家と北条家の対立が深まり、これを好機と見た助政は軍を起こします。翌年永禄4年には松山城と岩槻城の両城の奪還に成功、悲願を果たしました。しかし城を奪い返すことはできても、維持するのはそれ以上に大変なのです。頼りの上杉家が越後に引き上げてしまえば、途端に北条が攻め込んでくるでしょう。北条に当たるだけでも難儀なのに、その頃北条と同盟を結んでいた甲斐の武田まで押し寄せる構えを見せます。以前は家臣の裏切りに遭い、大切な城を奪われてしまいました。信頼できる人間が欲しい、助政の思いは切実でした。そんな父の様子を見ていた源太は、思い余って仕えている義氏に申し出ます。国へ戻り父の力になりとうございます。どうかお許しを。源太の身は近所とは言っても人質でもあるわけです。すぐには許されないだろうと思いきや、お主が戻れば助政も頼もしく思うだろう、言ってやるがよい。義氏は心よく許してくれました。古学坊家としても急激に勢力を伸ばしてくる北条家を危惧しており、味方の力は増やしておきたかったのです。こうして源太は7年ぶりに国へ戻りました。源太は岩槻城を守るも、どうも親父殿は頼りない。
助政は源太が戻ったことを大層喜び、岩槻城に入れました。兄の氏助には松山城を守らせ、自身は遊軍的立場となります。源太は未だ14歳ではありましたが、文武に優れ、道館様の再来よなどとも噂されます。吉氏の下で初陣も済ませ、兜首も2つ挙げていました。そんな源太の目から見て、父助政はどうも頼りなく見えるのです。大丈夫か親父殿。助政は大層犬を可愛がっており、岩槻と松山の両城に50匹ずつ、合わせて100匹もの大小さまざまな犬を飼っていました。それだけなら城へ忍び込もうとする患者への備えとも思われますが、自分が領城を行き来するたびに犬50匹全部を引き連れていくのです。そして戻ってくるときに、それまで別の城にいた犬を連れて帰ります。その様子を見て、近在の百姓まで、太田の殿様は大丈夫かと首をかしげる始末でした。のんきに犬をめでる助政、思い余った源太は10日ぶりにまたも犬を連れて戻ってきた父に意見しました。家臣だけでなく百姓どもまで首をかしげております。父上はなぜそこまで犬をめでられるのか。助政は全く思いもよらないことだったらしく驚きつつ、犬は恩を忘れぬ、人よりもよほど立派と言えようと答え、愛しそうに犬の頭を撫でています。父上は家臣に裏切られたのがよほど悔しかったのだな、そう思いつつも、源太はその後も何度か父をいさめますが、その度にはぐらかされてしまいました。松山城へ戻るとき、助政は真剣な面持ちで何度も源太に言い聞かせます。よいか、城が囲まれたなら必ず犬たちを放すように、人より犬の心配をするのか。源太は落胆しつつもうなずいていました。北条の大軍に囲まれる岩槻城、それからほどなく北条が動きます。数千の大軍で岩槻城を包囲したのです。危ぶんでいた通り、甲斐の武田まで御詰めに出陣してきました。松山城へ戻った助政の代わりに源太が城の指揮を取り籠城しますが、籠城というのは援軍のあてがあってこその作戦です。あてもないのにこもっていても死を待つだけです。松山城に援軍を請わねば、源太は300の手勢を率いて城を出ました。自分たちがおとりとなり、その間に使者を走らせるのです。十数人の使者が包囲を抜けるのを見届けて、源太は城に戻りました。岩槻城と松山城の間は十里、懸命にかければそれほどの時間はかかりません。しかしいくら待っても援軍は来ず、一人の使者も戻ってきませんでした。ダメだったか、おそらくは北条のラッパにやられてしまったのでしょう。北条家は優れた忍びである風魔の一党を抱えていました。北条と戦った相手は何度もこの一党に悩まされています。のろしをあげましょう。うむ、期待はできないものの、他に方策もありません。のろしはこの時代急を伝えるためによく利用されましたが、距離が遠いと案外見えにくいものです。風が強ければ煙は散ってしまいますし、村人が焚く人を見間違うこともあります。両城の間には石戸城と樹能城の2つの城があり、のろしをつなぐ役目を担っていました。しかし両方とも砦に毛の生えた程度のもので、すでに陥落していることも十分考えられます。早朝より何度かのろしを上げてみましたが、やはり反応はありませんでした。このままでは城は落ちる、源太は焦りました。犬を放て。その夜遅く、眠れぬままの源太の耳に城内の犬の遠吠えが聞こえました。犬も城の落ちるのを悟ってか
その時源太は父が何度も犬を放てと真剣に言っていたのを思い出します。まさかな、そう思いながらも源太は家臣に犬を放てと命じました。犬とは言ってもえりすぐった名犬ではありません。茶、赤、白、黒、色もまちまちなら大きさも種類も様々な犬が開け放たれた城門から一斉に走り出していきます。城を囲んでいる敵方は巣は野獣かと色めき立ちますが、飛び出してきたのが犬だと分かり警戒を解きました。城内の糧食が少なくなったので腹を減らした犬が凶暴になるのを恐れて離したのだろうと思ったようです。それでも何人かの忍びは切りつけましたが、相手はところ構わず駆け抜ける犬、ほとんどの犬は囲みを突破して逃げ出していきました。間に合った援軍。翌日の夕暮れ時です。西へ大きく傾いた太陽を背にもうもうと砂塵が舞い上がり、見る間に近づいてくるのが見えました。助けが来たぞ、打って出て挟み撃ちじゃ。源太を先頭に飛び出してくる城兵と後ろから迫る敵、挟み撃ちはかなわぬと北条、武田軍は後方に陣を引きます。翌日になると敵は完全に兵を引き上げました。越後の上杉軍が出陣する構えを見せたのです。父を見つけて駆け寄る源太に、話すのが遅いわと助政は苦笑いします。しかし聞いてみると人の足の倍の速さで犬たちは松山城に駆け込んでいました。北条家の最前線に近い岩槻城では気球のこともあるだろうと考えた助政が、かねてより城の行き来のたびに犬を伴って習性をつけておいたのです。犬は裏切らぬ、そう言って犬の頭を撫でながらも助政の顔は寂しげでした。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。こちらの軍配の上のボタンからチャンネル登録できますので、もしよかったら登録よろしくお願いします。あとこちらの動画もよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。